教育研究棟の1階には一度に200名以上が講義を受けられる大講義室をはじめ、中規模、小規模と授業の規模に応じた大きさの講義室が設置されています。2階には情報処理演習室があります。情報処理演習室には最先端のパソコンを設置しており、台数だけでなくソフトの種類も豊富で充実しています。平日は22時まで自主利用することができます。またノートパソコンを利用する際も無線 LAN でインターネットを利用できるなど、学内の通信環境も整っています。